今回は無印良品の足成直角スポーツ5本指ソックスです。靴下って普段から清潔に保ちたいと思っているのですが、私が愛用している靴下がこちらです。無印良品の足成直角スポーツ5本指ソックスです。なんとも長い名前の商品ですが、このソックス名前が長いだけあります。かなり優秀なソックスなんです。まずは直角の形をしているソックスだということです。無印良品では以前から定番化されている靴下で、名前の通り形が直角に成形されていて足の形に馴染むんです。足の形は直立した姿勢ですと直角であるのにもかかわらず、靴下にはある程度の角度をつけられている商品がほとんどです。なんでもチェコの靴下から着想を得たという面白いエピソードの靴下ですね。第2にスポーツソックスだということ。素材にはポリエステル、オーガニックコットン、ポリウレタンが使われており、履き心地は申し分ないです。綿 100% のものよりやっぱり速乾性が高いと思います。またスポーツソックスとして重要な土踏まずや足首の着圧が強めに設定されているのも重要なポイントです。激しい動きをした時に靴下が脱げているようでは危険ですからね。最後のポイントが重要です。5本指ソックスだということ。5本指ソックスは最近ではスポーツの分野で再注目されています。運動時に足の一本一本を地面にしっかりとつける、その感覚が重要なんですね。また従来から言われていることですが、5本指ソックスは指が独立しているので足を常にドライに保つことができます。名前の通り全て詰め込んだソックスだと思いますね。実際に履いてみました。いかがでしょうか。5本指ソックスにしては指が長めで窮屈な印象は全くありません。生地も若干薄めなので真夏でも快適に履くことができると思います。今度は少し離れたところから見てみましょう。5本指ソックスを敬遠する方もいらっしゃるかもしれませんが、このように少し離れただけでも通常のソックスと全くイメージは変わりません。ソックスの丈はだいたいくるぶしの下あたり。スニーカーの邪魔にもならない、しかも脱げにくい絶妙な丈感だと思います。
かなりストレッチが効いているので、多少動いてもずれることはありません。名前の通り全部乗せのこちらのソックス、かなりおすすめです。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよかったらぜひ。